アイサポート総合法務事務所です。幼保連携型認定こども園を設立する場合の2歳以上の園児用設備についてご説明します。審査基準は各都道府県の条例に任されていますので、今回は一例として千葉県の基準をお伝えします。2歳以上の園児に必要な設備は原則として2つあります。1つ目は手洗い設備です。保育室及び遊戯室に園児の手洗い設備を設置する必要があります。2つ目は2歳以上の園児が使用可能な便器と手洗い場を備えたトイレです。便器の数の目安は園児10人あたり1個とされ、便器の間には仕切りが必要になります。認定こども園の設立申請は事例ごとに長期にわたり役所との十分な事前協議が必要になりますのでご注意ください。認定こども園の申請でお困りの際はぜひ一度お気軽にご相談ください。お待ちしております。